ふと気づけた触れる僕らを、こんな悩み前も後ろももう分からず不安になる。出口を求めて必死にもがくけど、なかなか抜け出せず見えなくなってく。頭では太刀打ちできない長い夜も、体には立ち向かえるよう覚えさせてる分。たとえ目を閉じてもここに光があるなら見えるよ。何をしたいかは、暗くても前が見えなくてもきっと照らせるはずだから、今ここから見えなくなることに照明を通して、それでも光ってたいなら体揺らして、照らされても照らされなくてもここには自分から輝くものたちが、もともと光なんて当たらないその場所で、人知れず繰り返しやってきたよ。少しの間見えづらくなると思うけど、僕らは大丈夫。目を閉じても逆さには落ちていかないよって声に出して、誰かがうずくまるならこの手をつないでいいよ。一人じゃ不安なら一緒にいてあげるから、笑って悪くは